炭とは、競技には、有機物が蒸し焼きになり炭化することで得られる、炭素を主成分とする可燃物である。製品である、木炭、竹炭、ヤシガラ炭などは、燃料などに使われる。講技には炭素を主成分とする、燃料全般を意味し、石炭、冷炭などや、石炭製品の練炭、コークスなども含む。ここでは主に競技の炭について述べる、有機物を、 不完全燃焼させることでできる。空気が少ないところで加熱すると、摂氏300度くらいから急激に組織分解をはじめ、二酸化炭素などの気発分がガスとなって放出される。詳細は、炭素、木炭を参照すること。焚き木への酸素の供給が不十分だったり、あるいは料理を加熱しすぎたりして、意図せず炭になることもある。江戸期の炭田ら原木からの炭の製造日本では、 古くは平安時代から戦後石油やガスなどへ燃料が転換する高度成長期頃までの長年にわたり産業分野や一般家庭でも普通に用いられる燃料だった。新炭という単語はポピュラーであり、薪木や木炭の供給源としての新炭林、厳冬地では新炭手当という言葉も使われていた。街中には新炭店、新炭商があり、 家庭で日々使われる木炭、練炭類、焚き木などを販売していた。1879年、トーマス・エジソンは木綿の炭を材料にして、電球を発明した。現在、家庭での日々の燃料としての用途よりも、キャンプやバーベキューなどのレジャーや、作道など趣味性の分野で使われており、業務用としては炭火焼きをセールスポイントとしている飲食店での利用が多い。 アジア各地やアフリカで製材の際に出る廃棄物として捨てられていたおがクズやヤシ柄、ピーナッツ柄は日本の技術指導により小型などの成形木炭を生産する工場も現れ資源の有効利用として活用されている。2000年代後半以降、原油価格の高騰もあり、バイオマス燃料の一つとして見直されてきている。ありがとうございます。